9月16日午前3時、日本時間午前10時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に、注目したい事柄、トピックスをお伝えします。9月15日のハイライト。15日、日中は前線で、合計17回の戦闘が発生しています。ウクライナ軍参謀本部は、ロシア軍の逆襲などで、なかなか発表できなかった、クリシチーウカとアンドリーウカの奪還を発表しました。この一連の戦闘で、ロシア第三軍団所属の第72自動車化狙撃連隊が壊滅したとの情報も流れており、ロシア軍は無謀な逆襲で、多くの戦力を失った模様です。詳しくは、地域別戦況報告で。天候に関する報告。2023年9月15日から16日、南部、東部、にわか雨、西部、北部、ほぼ曇り、北北東の風、毎秒3から8メートル、最高気温24度、日曜日から火曜日、9月17日から19日、西部、ほぼ曇り、他の場所、時々曇り、最高気温25度、上昇して27度。にわか雨はあるものの、しばらく過ごしやすい天候が続きます。ロシア経済の指標。1ユーロに対して 103.32 ルーブル。前日より 0.88 ルーブル安い。1ドルに対して 96.80 ルーブル。前日より 1.30 ルーブル安い。ロシア側での爆発、炎上。ロシア領内のロストフ州ロストフオンドンで、無線機器製品を格納している倉庫が炎上しました。この倉庫からロシア軍に無線機などが供給されていた模様ですので、今後のロシア軍への無線供給に問題が出る可能性があります。が、ロシア軍の前線部隊の多くは、中国製の粗雑なものを未だに使っているようで、また輸入すれば良いだけなので、思ったほどダメージはないかもしれません。サマラで、ベアリング工場が火事だと、地元メディアで報じられていますが、工場の性質上、大規模な火災を起こしそうな、材料を扱っているとは思えませんが、かなり激しく燃えています。ベアリングは、軍隊では至る所で使用されている重要部品ですので、兵器などの増産を行っているロシアにおいては、軍に納入されている可能性が高いと思われます。ベアリング工場なので、潤滑油は大量に使うとは思うのですが、ガソリンみたいに激しくは燃えませんし、使う側なので、巨大タンクとかではなく、一斗缶やドラム缶など、小分けにしていると思われますから、これほど燃えるのも不思議です。何があったのでしょう。続報を待ちますが、それにしても、ロシアでは、軍関係の工場火災が、本当に多いです。偶然ではないでしょう。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数470名、7日間平均557名となっており、数日ぶりに400人台になっていますが、これはバフムトでの戦闘をやめて撤退を始めたことによる損失減だと思われます。航空機を含めた損失額は8402万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は88台、7日間平均の損失台数は97台となっており、主要兵器の損失数は、無人機17機、戦車13両、砲28門、多連装発射機5門、装甲車両4両、非装甲車両34両、対空システム4台となっています。
全体的な損失台数は減っていますが、砲の損失は相変わらず多く、戦車の損失も、本日報告分では、装甲車両全体の 76% を占めており、突出しています。空爆に関する報告。ロシア軍の空爆回数は59回、7日間平均は61回となっており、前日の92回から大きく減っています。ロシア空軍、正式には航空宇宙軍は92回レベルの出撃は続けることができず、過去の統計から見ると、ロシア空軍が継続して行える出撃回数は40回から50回と推定されます。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地あるいは基地に対して10回実施されました。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズなどによる攻撃は、対空関連目標3回、砲兵システム目標5回、倉庫、弾薬庫などで1回、指揮所1回の計10回実施されました。本日はなぜか、久しぶりに平均以下の回数になっています。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。クピヤンシク方面。ロシア軍はこの日も、地上部隊による攻撃を行わず、空爆のみを行っており、空爆もコトリャリウカ、一箇所のみでした。スバトベ方面。ロシア軍はノボセリウシケに対して空爆を行っていますが、地上部隊による攻撃は行いませんでした。最新の位置情報付き映像解析により、ロシア軍がライホロトカの西に進軍していたことが判明しました。いつ進軍したかは不明ですが、15日より数日前と推定されています。戦況図の支配地域を変更しています。クレミンナ方面。この方面では、ロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報がありません。シベリシクリシチャンシク方面。この方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報がありません。東部バフムト、アルチェモスク方面。バフムト市内及びその周辺の戦況です。バフムト市の北西でロシア軍は、ヤヒドネとボフダニウカに対して、湿地を回復しようとして、攻撃を行った模様ですが、ウクライナ軍に撃退されています。ウクライナの参謀本部と、ベラルーシ連隊が、クリシチーウカの奪還を発表しました。ほぼ制圧していると思われていましたが、公式な発表がない状態が続いていました。しかし、ロシア軍の逆襲も失敗に終わり、発表されたようです。拠点のマークを青に変更しております。また、ウクライナ軍参謀本部は、第3突撃旅団とともに、15日の朝、アンドリーイウカの奪還も発表しています。その際、ウクライナ第3独立強襲旅団は、ロシア第72自動車化狙撃旅団を完全に破壊したと報告したと、壊滅宣言を出しております。こちらも、拠点のマークを青に変更しております。
クリシチーウカ地域とアンドリーウカ地域でウクライナ軍は引き続き進撃しており、大損害を受けて疲弊しきっているロシア軍を追撃している形となっています。次の映像は第3強襲旅団のドローンがアンドリーユカで残って戦っていたロシア兵に降伏を訴えている映像です。ロシア軍はその後降伏をせず、一部は包囲され全滅し、一部は脱出を図りましたが、ウクライナ軍砲兵隊に捕捉され、撤退中を砲撃され壊滅したと報告されています。ロシア軍は2拠点を失い、線路の西側での抵抗を諦めた模様です。ウクライナ軍は追撃を行う形でさらにロシア軍支配地に部隊を進めていると報告しており、バフムト方面のロシア軍の前線の一角が崩れました。ウクライナ軍がどこまで一気に進むか見ものです。東部ドネツク市方面北側、ロシア軍は前日に続き15日もラストチュケネに対して攻撃を行っていますが、失敗に終わっています。ウクライナ軍はアウディーユカ要塞の北側と南西側で反撃を続けていますが、本日は新たな情報は入っていません。東部ドネツク市方面南側、ロシア軍は15日もクラスノホリウカに対して空爆を行っていますが、地上部隊による攻撃は行いませんでした。ロシア軍は15日もマリンカのウクライナ軍守備隊に対して7回の攻撃を行ってきましたが、失敗に終わっています。前日が10回、前々日が十数回の攻撃でしたので、ロシア軍の攻撃は弱ってきています。ベリカノボシルカ攻撃軸東軸、ウクライナ軍はノボドネツクとノボマヨルシケで反撃を続けており、ケルメンチーク地域でも進軍中ですが、本日は新たな情報は入っていません。南部ザポリージャ州方面、ベリカノボシルカ攻撃軸中央軸と西軸、ロシア軍はスタロマヨルシケとウロジャイネに対して空爆を行っています。ウクライナ軍はザビトネバジャンニャに向けて攻撃を続行中ですが、前進できていません。またプリユトネの北でもウクライナ軍は進撃を再開しており、一部の領土を奪還しています。フリアイポーレ攻撃軸、この地域ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報が入っていません。オリヒウ・オレホバ攻撃軸、ロシア軍はマラトクマチカとロボティネに対して空爆を行っています。ウクライナ軍参謀本部はベルボベ付近でロシアの人的資源と装備に重大な損失を与えていると報告していますが、前進できたとは報告していませんので、前進はできていないと思われます。166高地の続報は入っておらず、状況は不明となります。ノボプロコピウカとコパニでも戦闘は続いていますが、攻撃の進捗状況について報告は出ていません。
南部ヘルソン州方面。この方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報がありません。南部沿岸域およびクリミア半島についての状況。ロシアのロプチャ級 PR-775LST ミンスクがウクライナの巡航ミサイルの直撃を受け、2日以上経った今も燃え続けているようです。少なくとも4本のホースが燃えている船の崩壊した上部構造に水を噴射しているのが衛星画像で見えます。ウクライナ空軍司令官ミコラ・オレシュク中将は9月15日、ウクライナ軍が攻撃したストームシャドウとスカルプ、ストームシャドウのフランス型巡航ミサイルでセバストポリ軍港のロプチャ級揚陸艦ミンスクとキロ級潜水艦ロストフナドンを攻撃したことを認めました。オシントテクニカルの投稿から、ウクライナの国防大臣が変わってからクリミアへの攻撃が激増している気がします。今の国防大臣の方は、クリミアタタールと言われるクリミア先住の人々の末裔のようですので、クリミアを絶対に取り戻すというゼレンスキー大統領、政府、議会の意思が強く伝わってきます。次に注目したい事柄です。ロシア連邦チェチェン共和国のラムザン・カディロフ首長は、ウクライナ情報部 GUR によると、健康状態が急速に悪化し、現在昏睡状態にあると報告されています。チェチェンのトップ、ラムザン・カディロフは、現在、深刻な状態にある。我々は警鐘について話しているのではない、と GUR のスポークスマン、アンドレイ・ユソフは述べています。カディロフ首長は、最近かなり巨大化していました。急激な巨大化は、内臓や血管に大きな負担をかけますので、簡単に治る病ではないのではないでしょうか。チェチェンはもともと、ロシアと戦っていた国であり、ロシアを好まない人たちも多くいます。首長が深刻な病状になったことで、統治に問題が出る可能性も、あるのではないでしょうか。チェチェンとの戦いでは、ロシア軍は何度も煮え湯を飲まされており、かなり汚い手段で抵抗勢力を粉砕していますので、タガが外れると、ロシアにとっては厄介なことになる可能性があります。そして、チェチェンで何かあれば、ジョージアやアゼルバイジャンなど、反ロシア機運の強い隣国でも動きが出てくると思われます。スホーイ 24M の左翼の下にはイギリスのストームシャドウを、右翼の下にはフランスのスカルプを吊るしていますと、セバストポリ軍港のロシア艦船への攻撃についてウクライナのオレシュチュク空軍司令官は語り、さらに我々の爆撃機の翼の下にはドイツのタウルスを吊るす場所もあると付け加えました。これにより軍港への攻撃を公式に認め、英仏製の巡航ミサイルを攻撃に使用したことをアピールしています。ロシアの将軍とグルレフ議員はテレグラムで、ウクライナ軍は戦術を変えた、地雷原に効果的に対処している、ウクライナの無人機は無限で、ロシアの砲撃は効果が出ていない。そして、我々は、実際に事態が悪化していると聞いている、と投稿しています。ロシア側の行為の人物が、このように語り始めており、ロシアの内部でも、状況が改善しないどころか、悪化していることへの懸念が高まっているようです。今の状況、現実を普通に見ることさえできれば、ロシア側が一方的に押されているのは、明らかです。このような状況でウクライナ軍は、ロシア軍の2倍以上の戦死者を出して、
現役の兵士はすべて死傷し、動員された兵士に入れ替わっているとか、西側から提供された支援物資の多くが横領、横流しされていると、まことしやかに言っている人間の神経がわかりません。ロシア側のプロパガンダをそのまま受け入れる姿勢はどうかと思います。ウクライナ側で戦う南米の志願兵で構成されるボリバル大隊は、ロシア側で戦ったキューバ人戦闘員を捕らえたと発表しました。実際に捕らえたキューバ人の映像を公開しています。この情報を受けて、キューバのブルーノ・ロドリゲス外相は、自国民の戦争への傭兵参加を拒否すると述べています。これは、キューバは自国民の参戦に反対していないと発表したモスクワ駐在のキューバ大使の発言と矛盾しています。どちらが本当のことを言っているのかわかりませんが、ロシアは海外でも積極的に戦闘員を募集しているのは間違いありません。そのうち中国や北朝鮮の兵士も見つかると思います。これは近藤の勝手な想像ですが、米国は155ミリ砲弾の増産を目指している。2025年には月産10万発になるだろう。国防総省の武器購入責任者であるビル・ラプランテ氏は、6、8ヶ月前は月1万4000発だったが、現在は月2万8000発だ、と語った。ロイターの記事です。ロシア軍は、多い日は、1日6万発を発射していたと言われていましたが、今はかなり減少しているようで、主な原因は対砲兵戦で、ウクライナ軍に多くの砲を破壊されているのが原因と思われます。ロシア軍は、ソ連時代のまま、大量の砲で砲弾をばらまくという戦術を行っており、このアバウトな砲の運用は、結果的に、ウクライナ側の数は少なくとも、精密射撃を行うという戦法の前に、敗れたと言っても過言ではないでしょう。欧米の専門家の中では、南部戦線においては、砲兵戦で、ウクライナ軍が、ロシア軍を圧倒しており、射撃回数も、ウクライナが上回ってきていると判断する方々が増えています。近藤も、ロシア軍の最近の苦戦の原因は、火力が衰えていることが一番の原因だと思っております。ロシア砲兵の火力が落ちていることで、ウクライナ軍は地雷原の除去も、障害物の除去も、塹壕の掃討戦も、補給も、今までより効率よく行えるようになっているのだと思います。ルーマニアは、脅威レベルに応じて、ロシアの無人機に対して、対空システムを使用する準備ができており、国土を守るために、あらゆる軍事力を行使すると、ルーマニア国防参謀次長が語った。また、ルーマニア軍は、ウクライナとの国境にあるドナウデルタ地域に兵士600名とレーダーを派遣した。X.com の記事です。先日、ルーマニアが国境地帯で住民向けにシェルターを作り始めたという情報をお伝えしましたが、今回は迎撃体制を整えるという情報になります。が、普通は順番が逆か、同時並行であるべきと思います。まずは急いで防空部隊を送るのが普通ではないでしょうか。ちょっと不思議に感じました。ウクライナはアイアンキャタピラーと呼ばれる低コストの無人地雷トロール船を開発している。このプラットフォームはウクライナ領土の地雷除去のための消耗品として使用される予定である。X.com の記事です。ウクライナ軍は、6月の反転攻勢開始時に、ロシア軍の地雷原で、想定以上の損害を出しました。その後、
いろいろと創意工夫を行い、必要なものを集め、兵士に新たな対策を周知し、戦法を変えています。機甲部隊による突破と戦火拡大ではなく、歩兵と砲兵による時間はかかるが、確実に地雷や障害物を撤去して進む戦法です。そのため時間はかかりましたが、結果はしっかり出るようになってきました。特に先ほどの記事でも申した通り、対砲兵戦では大きな効果が出ています。キム委員長の列車がロシアを出発。キム委員長にとっては大きな収穫があったのではないでしょうか。ロシアにとってはどうでしょう。まだわかりません。正直、弾薬を送ってもらったからといって、戦争の行方を左配するほどのことではないでしょうから、ロシアのメリットはあまりなく、北朝鮮は送るもの以上の見返りを得たのではないでしょうか。近藤はそう思います。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。